マームズベリのウィリアム。マームズベリ修道院のステンドグラス。1928年制作。マームズベリのウィリアムは、中世イングランドの歴史家、ベネディクト会修道士。ノルマン人とアングロサクソン人の根血として生まれ、幼くして、イングランド南西部のマームズベリ修道院に入って、学問に励み、長じて、同修道院の図書館師匠を務めながら、 イングランド各地を旅行して、その知識、経験をもとに、多くの歴史書を表した。1125年頃までに、イングランドの王国史を扱った、歴代イングランド王の自責と教会史を扱った、イングランド司教たちの自責を表し、その後1125年から1142年までの、同時代史を扱った、現代史を表した。彼は、 ベーダの後継者であると自負していたが、文献資料の適切な収集と選別と吟味、地名や記念物など、文献以外の事物からの情報採取、合理的な歴史解釈の重視、その羊ゆえのノルマン人とアングロサクソン人双方に対する、中立的な執筆姿勢など、イングランドの歴史家としてはベーダに次ぐ存在とされ、後世に至るまでその著書は高く評価されている。 ありがとうございます。